おはようございます。今日もチューニングから始めたいと思います。ミの音です。ちょっと狂ってるかな。ミの音です。 OK。 ラの音です。レの音です。 D です。そう、その音です。ちょっとずれてるか。シ、オッケー。ミの音です。高いミです。大丈夫です。それでは、ここがわかんない。でしょ、ここに来ると違うんだよね。これの音どこだ、探せられない。この音、ん違うんだよ。ここが分かんないの。ここがね、ちょっと待って。ここだな。ここがね、わかんないのよね。そうでしょう。ここでしょう。ああ、ここだ。ここだ。わかった。わかった。オッケー。ここだ。ね、そうそう。
分かった、なんとなく分かった。明日はもうちょっとうまく弾けるかな。これちょっとじゃあお休みして、今日ね、シュリさんの春告げ鳥ウグイスちょっとやってみたいと思います。歌はないと思います、歌えないと思います。これ違う。E マイナーで、E マイナーで始まって、E マイナーで終わってます。難しいけど歌も頑張りたいと思います。今日はこの辺で終わりにしたいと思います。最後までお聞きいただきありがとうございました。では今日はこの辺で練習をやめたいと思います。明日はもっと上手になってるといいんだけどな。意外とね、毎日はねやってるんだけど、長い時間はやらないようにしてるの。なんでかっていうと、多分長い時間やるとずっとやっちゃうのね、きっと。でもそれやると多分ギター弾くの嫌になっちゃうと思うんで、この辺であんまり深くしないですね、練習はね。はい、ありがとうございました。ではでは、一言でした。